CD のトッピングなんか関係ねえだろみたいな話とかをバーってやって iPod が出て大衝撃。まずはそこを交渉するというか音楽界を変えるところから始まったんですね。で、まあもう今はもちろんそのフラッシュメモリーとかそういうのに入ってますけど、今あのディスクないけど iPod はそういうような状況になって、そこから何年か経って、はい、いよいよ iPhone が出ます。2007年、8年ぐらいに最初の iPhone です。ついに形になったわけですね。そう、要は iPhone っていうのはつまりネクストステップなんですよ。中身はもう中身はまんまネクストステップです。まんまです。なんかユーザーインターフェースがキーボードがついてないだけです。そこをもちろん狙ってネクストステップで作った。ただネクストの時代は持ち歩けなかったし高かったし、だけど今の技術だったら10万を切る値段で作れるってなって満を持して出したんです。だから実はアップルって会社はさまざまなデバイスをその無効化していく会社なんですよ。世界で先駆けてやめる会社なんです。多分 CD プレイヤーを CD ロムとかを読み取れないようにしたのもアップルが一番最初だと思います。 Windows の PC とかは結構最高、まあ、今でもあるやつありますね。 CD ロムとか DVD とか読めるやつあるじゃないですか。アップル全部読めないでしょ。なくなりましたね。なくなったじゃないですか。でもまさにスマホなんでそうですよね。キーボードいらないんで、あとイヤホンジャックなくなりました。あ、なくなった。本当は全部これなくしたいらしいんですよ。コネクターとかも全部物理コネクターなくしたい。だからエアポッドだ、まあみたいなものもあるし、だから実はアップルってもうチップも全部、あの CPU とか GPU も全部自分で作るし、チップ屋さんなんですよ。アップルは実はすごいハードウェアだったし、ハードウェアでも受けてるらしいです。まあ、サブスクリプションもやってるけれども、やっぱり一番の稼ぎ頭はハードウェアなんですよ。だからハードウェアの、チップの調達だったり、それの部品の調達だったり、その辺のロジスティックスがすごい大事な会社です。今の社長はだからそこの専門家です。今の CEO はそこの専門家で、あのその辺がすごい得意なんです。